米倉宗家の家門、ス切、東花六浦藩は、武蔵国に、かつて存在した藩。倉木軍の一部、相模国大従軍の一部などが含まれる。現在の横浜市内にあった、唯一の藩である。金沢文庫で知られる武蔵国倉木軍金沢に、隣接する六浦に陣屋を置いたため、武州金沢藩や、武蔵金沢藩とも呼ばれる。藩長は六浦陣屋に置かれた。 金沢地域の所領は、自社領を除いた寺前村、倉木郡三分社家文村、三分寺文村、三分平文村、坂本村と、赤井村、宿村七村の国高は少なく、相模国大十軍など他地域の国高が多かった。元六九年四月大名昇格時に下された、領地目録によると、武蔵区に働くん、埼玉郡に各一村、同和立郡四村、 道引軍3村、相模国大十軍1村、上野国宇水軍2村、道群馬軍6村の18村。元禄十二年後戦国家造後は、武蔵区に埼玉軍2村、道倉木軍7村、道玉軍4村、相模国大十軍13村、上野国宇水軍4村、下野国津賀軍4村、道阿蘇軍5村の、計39村、米倉市警府。 法永2年3000国の分地後には、武蔵国に埼玉郡2村、同倉木郡6村、相模国大従郡9村、同東領郡一村、下谷国津賀郡6村、同阿蘇郡6村の計30村にあった。1869年6月の藩赤法官を受けた明治政府による地藩時任命後に、六浦藩を正式名称としたとの同盟回避のためと思われる。 1871年7月14日の廃藩地県により、六浦県となったが、同年11月14日には、道県管轄区域の内相模川伊東が神奈川県に、相模川伊勢が足柄県に統合された。六浦藩を治めた米倉氏は、元赤井、武田氏に仕え、1582年に、武田氏が織田信長によって滅ぼされた後に、徳川家康に仕えた。 米倉正ラの第二五代将軍、徳川綱吉の下で頭角を表し、下付皆川藩一万五千国を領し、内三千国を分治したが、その後陣屋を六浦に移した。また、六浦藩の初代藩主、米倉忠ラは、柳沢義康の実施である。陣屋以降として、当時の石段が残っている。忠し十五位した、主啓道、里ノ正春。 15位下、丹後主、正健。けん、15位下、長戸守、しょうゆ、15位下、丹後主、正俊。とし、15位下丹、丹後主、吉和、15位下、丹後主、正こと、15位下、丹後主、米倉家の菩提寺は、神奈川県秦野市にある倉林寺である。現在、神屋跡には、当主一家が住んでおり、テレビ番組で取り上げられたことがある。ありがとうございます。